こんにちは、リリナナです。今日はちょっと試作でこちらを作ってみました。で、私はもうすごい花粉症なんですね。なのでこれからの季節、マスクとかティッシュ、あとは目薬がもう必需品で持ち歩かなくちゃいけないんですけども、マスクケースを作りたいなって思っていて、でマスクだけじゃなくてティッシュとか目薬とか全部入れられるものを作りたいって思ってこちらを作りました。でこっち側にはマスクが入れられるように、でこっちにはティッシュと、あとポケットを2つにして、こっちには目薬を入れたいなと思って作りました。でマスクだけじゃなくて通帳とかもいいかなと思ったんですけど、こう開けた時に通帳落ちちゃうかな、滑って落ちちゃったら危ないかなとか、だからマスクだけじゃなくて何か通帳だともしかしたら危ないかもしれないけど、何か他のものを入れるのにもいいんじゃないかなと思いました。でポケットの部分は普通に中長編みで編んだだけなんですけども、周りの部分は簡単な模様編みで編みました。で本当はマグネットボタンにしようかなって思ったんですけども、なんかマグネットボタンをつけるのがちょっと大変だったので、今回はボタンと、あとは紐じゃなくてこれはヘアゴムのゴム、細いやつにしてみました。でバチッと留められるように。で本当はフラワーガーデンで編みたいなって思ったんですけども、ちょっとなかなか手に入らなくて、でこれはベーシックコットンで編みました。でここの白い部分は2玉弱、1玉ちょっと使って、中の黄色の部分も1玉ちょっと使ったので、1色だったらベーシックコットンの場合3玉でできると思います。でこれをまださっき作り上げたばっかりなんですけども、今度アップしたいなと思っています。でまだインフルエンザとかも流行ってると思うので、マスクとかもう春にかかわらず今も必需品だと思うので、もしアップしたら使っていただけたらなと思います。ちょっとずっと長く編むのでそれがちょっと大変なんですけども、でもどんな糸でも大きさを決めちゃえば、これは何目っていうよりも何センチで編んでいきたいと思うので、どんな糸でも作れると思います。でこれから春夏というか春に向けて今回はコットン糸で作ったんですけど、毛糸だとちょっと分厚くなっちゃうかなと思って今回はコットン糸にしてみました。でもしアップしたら作っていただけたらなと思います。で花粉症さんとかも嫌な季節になると思うので、自分で作ったものとかお気に入りの糸で何か編んだものでちょっとでも気分が上がればなと思うので、ぜひ作ってみてください。では後でアップしたいと思います。では今日はこんなのを作ったよっていうご紹介でした。ではリリナナでした。